はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。まあ、現在はちょっと時々という感じになっていますが、まあ、星座の話をしています。この星座の話が落ち着きましたら、また少し手相の新しく収集しましたコレクションをちょっと見ながら、ご説明したいと思います。今日は乙女座の話です。まあ、神経質ですね、ややね。で、まあ、完全主義者的なところのある感じです。非常にデリケートな感受性を持っています。やっぱりこう正確にきっちりやり遂げたいということで、ちょっと潔癖症気味なところがあるという特徴がありますね。その反面ですね、奉仕精神ですとか、そういったものも非常にあります。まあ、なんせ生真面目ですので、周りが接する時もちょっと、まあ、そのきっちりと何でも説明するようにしてあげないと不安がってしまうというので、ちょっと乙女座の方と接する時にはなるべくきっちりと説明するように、周りが配慮する必要もあるかと思います。まあ、乙女座自身としてはですね、非常に優しさや奉仕精神もあふれておりますので、あんまりこう真面目に考えすぎないというと変ですけども、そういった工夫をされるとより快適に過ごせるかと思います。はい、ではまたアップいたします。